はい、ジュンジーです。ではアンダーテール続きをやっていきましょう。前回ね、皆の期待を一身に背負ったヒーロー、アンダインをも、殺してしまった主人公ですね。そしてそうですね、もう望みはあとはアズゴアだけとなっているんでしょうか。まあ、あとはそうですね、メタトンですかね、がいますが、まあ、この先どう展開してくるか、なかなか重たいんだよな。まあそうは言ってもこの先またいろいろな変化があると思うんで、それをまたね感じつつ、規定回数、そうですね、敵を倒しつつ進めていきましょう。で前回ね、アンダイン戦めちゃめちゃきつくて、まあ、戦ってる時は本当にもう戦うことしか頭になかったんですけども、ちょっと気持ちを落ち着けて、こう編集時、あ、動いてませんねこれもう、ネオンも止まってる。編集時にね、こういろいろな思いをね、こう感じながらアンダイン戦を振り返っていたんですよ。やっぱりこう皆の力がこう一つに集結して、もう要はこの主人公を倒してくれってい こう期待とか希望とかが一心に集まった、そんなヒーローをも主人公はね殺してしまったんだっていうと、あのまた BGM と相まってすごくこうジーンとしてしまいましたね。ちょっと入れてみよっか、こんな感じ。本当はここにもね、あのちょっとあんまり態度良くないけども変な貝殻さんがいたんですけども、それすらいないですね。蒸発しちゃったか、ついでにこのついでにってよくわかんないけどさ、まあいいや。あと 40? あ、ちょっと待って、40だったっけ。そうですね、条件を書き写したマイメモを見てきたんですけども、やっぱり40回ですね。ここはちょっと多めに倒さないといけないと。メタトン戦、あ、いる。リバーマンはトゥララ、私はリバーマン、それともリバーマン、リバーウーマンだったかな。まあ大して重要なことじゃない。船に乗るのが好きなんだ、君も一緒にどうだい。あー、これはでもどこまで乗るって、あ、ちょっと、あ、やべ、キャンセルできなくなっちゃった。まあとりあえずなんか適当なところまで、スノーティーまで行っちゃおうか、出かけよう。トゥララ、今日は水が濡れているね、という感じで、まあ来たものの、やっぱトゥララがいいですね。まあ何もないでしょうね。ちょっと今あのキャンセルできなかったんでここまで来ちゃったんですけど、あ、どうせだったらという言い方は良くないけど、アイテム補充してくるか。バイシックルってこれ、そうね、このポッキンアイス、もうこれ戦闘中においては使えない。あなたは捨て去ろうとバイシックルに別れを告げた。あ、こんなメッセージもあるんだ。あ、ちゃ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 。あの、やっぱり1回の戦闘では1回で回復量が多い方が圧倒的にいいので、こういう回復量の少ないのはちょっと持たないようにしましょうね。捨てて、これも捨てて、まあそうだよね、一番多いので22か。じゃあこれをとりあえずマックスまで持っていこう。そうしましょう。で、また点点点、また不気味ですね。そしてまたホットランドに戻っていきましょうか。着きましたね。そしたらまたいつでもいで、トゥララ、オッケー、また来るよと言って、ここに、あ、そっかそっか。これはあそこのなんかあの怪力ダブル鎧がいたところですけども、あ、ちょ、一回セー、いっか、セーブしようか。決意を抱いてから研究所入ってきましょうか。よし、じゃあ入ってきましょうか。研究所ラボ、アルフィス博士はどうでしょうね、いるかな。ゴミ箱だ、だがとても可愛らしい。ちょっとした変化がありますね。自分だ、順次。この辺りは何かのメモのようだが、どれも雑な字で書かれているか。ああ、これは一緒かな。コンピューターだ、パズルにアクセス。これはオンボロの猫耳美少女のフィギュア。ああ、即席面か。あ、これって回復量どうだったかな。ちょっと待ってくださいね、健康第一。まあそりゃそうですけど、一回食べちゃおう。シナモンパイ食べて1個持ってきましょう。はい、これの回復量、HP 回復しかないか。まあ、いっか、1個だけ持ってこっか。じゃあ、なんかちょっと怪しいね。あ、いきなりメタトンいる。本来はね、壁突き破ってくるんですけども、あ、おや、そこにいたんだね。この醜い生き物め、随分と名を上げてきたようじゃないか。
なんという悪名だかさ、僕も感心するよ。拍手してる。ああそうだ、アルフィスを探してるならここにはいないよ。君がそのお得意の本ゲートをやっている間、彼女はみんなを避難させるために走り回っていたのさ。今頃全員君が絶対手を出せないところにいる。君と戦わないことにするなんて、全く賢いのは彼女だけだよね。お、迫ってくる。おや、強気に出るじゃないか。僕に手を出したくってたまらないんだね。それなら残念でした。どんな意味で言っているのか。この世界には、泣き殻よりもスターが必要なのさ。このスターというのは間違いなくこいつね、うん、メタトンのことを言ってるんでしょうね。じゃあね。あ、行っちゃった。また走り去るの早いね。外を見るのにちょうど良さそうだ。あ、地下研究所でもあるんですが、どうなんだろう。この辺は多分本は変わんないと思うんだよね。あ、人間の歴史というラベルがついている。これ、ああ、そうだよね。この辺は変わんないか。そうですね。まあ、変わるところもあるから、だからといって読み飛ばしていいってわけでもないんですけども、汚れている。汚れている。一生ダンスには汚れた白衣でいっぱいだ。血がついてるね。あ、手紙ね。未開封。あ、この辺変わらないですかね。変わらなそうだね。よし、じゃあ先進んできましょうか。敵と戦いながらって感じになりますけどね。おいよ、強っ。めっちゃ強っ。もう本当にもう化け物ですね、これ主人公。そのレベル。メタトン戦はもうちょい先ですから、まあ探索しつつ、そうですね、変化をちょっと調べつついきましょう。あはははは。倒すと爆発するんだ。ラブが上がりました。うん。すごい演出ですね。そんな演出あったんだね。うん、細かいな、アンダーテール。そしてここには、そう。焦げたフライパン、これを、あーそうだ、持ってきたいけど持ってけないんだよね。これを持っていってまた攻撃力をね高めていきましょう。これどれぐらいだっけ。あれ、焦げたフライパン10。あー、この回復アイテム効果アッププラス4、これ大事ですね。じゃあ装備して、そうね、で持ってバレーシューズってどんなもんだっけ。7か。じゃあいいね、攻撃力も上がりましたし、これは捨てましょう。捨てて、さ、じゃあまた探索しつつ行きましょうか。それにしても BGM もなんかすごいこう暗い感じになってますね。まあこういうところがね、あの G ルートの変化の一つでもありますね。 BGM が変わっているという。そしてスイッチ系は全部押されてるというね。スイッチとかそういうギミック系はね。それはなんでなんでしょう。謎だな。あ、パズルか。パズルもこれ解かれてんじゃない。あ、こっちの、あ、解かれてる。とりあえず行ってみようか。終わってるね。これもじゃあ、あ、誰かがもう解い、あ、それがもうパズル、主人公があの1周目2周目はねパズルが好きだっていう、あのパピルスとのやり取りもあったんで、だからこうパズル好きってことで仕掛けてくれていたんでしょうね、きっと。それがもう G ルートはもう全然好きじゃないから、仕掛けてくれてないってことなのかな。そうかもしれない。あ、いる。これどうなる。あ、貴様がここにいるということはアンダイン様が、隊長が。そうなんですよ、皆さんの隊長のアンダインを主人公は殺してきてしまった。ならばアンダイン様の仇を討ってやる。来たか。いつもはね、こう話し合って熱、そうね、ちょっとこう鎧のた、あの温度上げて、脱がせて、なんかこうね、愛しいイベントみたいな感じにしたんですけども、まあ、今回はそんななしで、それでも調べましょうか。あ、でもあるんだ一応。見たところ2人の恋人たちはお互いを
凝視し合い、恋の片鱗へ向かっている。全く何を言ってるか分かんないけども、まあいいか。チームアタック、うわ、あでも3しか食らわないね。そんな大した攻撃でもないか。顔を磨いているか。じゃあ戦っていきますか。よっ、あ一発01。お前、うわなんかめっちゃ強くない主人公。ちょ、あ一発勝ちた。結構難しいな。そしたらこっちはまだ調べてないよね。調べよう。彼らは死を望んでいる。それはつまり共に地獄に落ちたいということだ。あーもう相方がいないなら私も死ぬっていう覚悟でいるってことかな。それにしてもすごいダメージ出ましたね。あれなんでかな。自分は、うわ怖っ、自分は笑わずにはいられない。うわこの主人公、あこれも避けらんない。これ避けらんないの多くない。ちょすごいな、振りかざし地面叩きつける。もうそうだよね、まともな気持ちではいられないよな。すっごいダメージ、恐ろしく強いな主人公。とんでもないですねこれ。この先って、あー料理ショーか。食べとく、まあいっか、食べとかなくても。行きましょう。変化は、あ何もない。あーじゃあメタトン EX 戦までに40回ですから、あーそっかそっか、まあ進めていきましょうか。もうほんとイベントらしいイベントはないってことは、本当に1周目2周目は主人公を楽しませるためにこういうイベントとかね、もしかしたらそういうパズルなどをこう仕掛けてくれていたのかもしれないですね。まあそういう考え方もできますね。そしてあこっち側からももう来れなくなってるんだ。あそうなんだ。これあれですかね、新研究所とか行くのかな。どうなんでしょうね G ルート、ちょっと興味深いところではありますが、どうなっていくか。ここも行けないですね。そっか、じゃあ目的地は左のフロアの3かな。ここでいいのかな。何があったっけここ、なんかのホット、あこうーん、あークモさんのところか。そうですね、あーこれは待てよ、たあーそうこれはいいのか。戦うんだよねやっぱり。マフェットでしたっけね確か。これ買えるのかな、売ってるんだ。これ買ったらどうなるんでしょうね、この9000、もうぼったくり価格。なんか謎なんか起きそうな気もしますけども、まあいっか。あここはパズルを確か解いた。あパズルやっぱり解かれてるんですね。まあでもなんか細かい変化があるかもしれませんけど、じゃあこっちも一緒かな。そんな感じがしないでも、あこれはしょうがないか。あとちょっと動いて動いて動いて、よしよしオッケー。多分変化、あもうやっぱりモンスターたちはみんないないですね。逃げているのか、それか殺されてしまったのか、それはかん、ああこれはこれ何なんでしょうね。あなたは花を嗅ぐために立ち止まった。以上謎、謎深いぞそれは。よし来た。ではあと35、雲エントランス。さあここはどうなるか、ちょっと興味深いところですけど行ってみましょうか。あーやっぱりこんな感じ。あーふふふふ、彼女が何を言ったか聞こえた。しましまのシャツを着た人間がここを通るんですって。雲が大嫌いって聞いたわ。うわあ、踏みつぶすのが大好きって聞いたわ。まあ1周目2周目はこれ否定してましたけども、まあ3周目この G ルートの主人公は多分大好きでしょうね。大好きって感じかもしれない。足を引きちぎるのが好きって聞いたわ。そんな感じがする。そしてマフェット登場。それに来た、とってもまずいって聞いたわ。うわまずいでしょうね、こんな気持ち、もう殺戮の気持ちしかないような主人公なんて食べたってまずいぜ。あら残念、せっかく人間がいらしたのに美味しく食べられる素質もないだなんて。でも構わないわ、腐った食材は捨てればいいんですもの。うふふふふ
来た。マーフェットに捕まった。よし、じゃあまずは一回調べましょうか。どうなるか。38.8、パーラに招かれたら、あ、おいとました方がいい。あ、これは変わんないか。そんなに青い顔しないで、かわいこちゃん。来た来た。この BGM かっこいいんだよな。あー、で、紫モードになるのね。さて、あなたには紫がよく似合ってるわ。ふふふふ。さて、では行きましょうか。タン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 と。うわ、めっちゃつ、一撃か。あ、雲来た。あ、なんだ、なんだったんだ今。あ、来た。あ、死んだっていうことが分かって、花を、こんなちっちゃい生物ですらこんないい感情を持ってるのに、人間である主人公がね、こんなひどい殺戮を繰り返してんですもんね。あなたは勝利した。 300XP と14ゴールドを得たと。なんか本当に心が痛い演出が多いですね。この先のメタトン賞は結構ね、マフェット私結構好きなキャラクターで、まあ、BGM もすごいね、こう何ですかね、心に響くんですけども、キャラ的にもすごく好きだったんですけど、やっぱり殺してしまうっていう行動は痛みますね。あ、こういうイベントはもうないんだね。そっか、パズルゾーンですねこれね。あ、何もないか。まあでもちゃんと調べていかないとね、何があるか、どんな変化があるか分かりませんからね。これ右なんだっけ。ああ、あれか、あのフレームなんたらマンがいる。ああ、でもいないわ。ああ、そうか、いないか。じゃあ上に行くか。そうするともうあのホテルですよね、ここ。あれあれ、勝手に、あ、びっくりした。今勝手になんか走ってたからびっくりしちゃいました。いや、あ、それは変わんないのね。サンズもいないと。 MTT リゾートホテルと。まずね、このホテルに入る前に先にこっち行ってみましょう。変化があるかな。あ、しかしまあ誰も来なかった。そしてここ、同じように奪う、盗む、読む。奪うは、あー、そんな感じで。ちょっとどうしようかな。空っぽの銃、防具はそうですね、これは装備しよう。空っぽの銃はどうしようかな。ちょっとね、今一回出ました。そしてこの辺を整えて、どうしようかな。武器どうしようか迷ってんですよね。プラス4の効果って大きいんだよね、回復アイテム。このままでいくか。防具だけ揃えましょうか。そうしましょう。だから、まあ、揃えましょうって言ったって人のもんなんですけどね。売り切れよ、この防具。よし、そして盗む。5ゴールドをレジから盗んだ。レジは空っぽだ。次読む。いや、こっちがブラッティでキャティよ。あなたがこれを読んでいるなら、その時は多分あなたが目が悪い犯人だという悪い知らせね。目が悪い。アルフィスがちょうどここに来て連れて行ってくれるところなの。とびきり安全な場所にね。あー、その瞬間に書いたってことですか。でもまずは私たちゲルペンを使い切るつもり。そうよ、落ち着いてアルフィス。私たちペンを無駄にしたくないの。それと私たちのものを盗もうなんて考えないでね。そうよ、気持ち悪い。私たちのガラクタはほっといて。キャティ、それはガラクタじゃないわ。本当に貴重なものよ。そうね、私たちのゴミは価値のあるものだわ。そうですね、ゴミ捨て場によく行ってるって言ってましたもんね。とにかく締めくくりに、あなたのすべてが愚かだわ。そうね、愚か者よ、にはは。あーとサイン。正直お金なんて持っててもしょうがないですよね。そうだよね。まああのクモさんのね、ベイクセールでしたっけ、あの9999の買うためには必要かもしれませんけども、言ってもそれぐらい。あ、あー、あと34、静まり返ってますな。じゃあちょっとカウボーイハット、これを初めて買ったんじゃない、これ。ヒゲを生やしてみたくなる、戦いのうちに擦り切れた帽子。さらに、あ、これいいね。攻撃力も5上げる。あ、だったらこれは必須ですね。
装備して、で古いチュチュは捨てる。多分ね、もうアルフィス博士に、1周目2周目と同じようにこの携帯電話を拡張はしてもらえませんから、ボックスは一つのみだと思うんですよ。だからここをどういう風にあまり圧迫しないようにねしてかないといけないと思うんですよね。謎の鍵も使ってこようかな、それがいいかもしれませんねこれ、よし来ましたよ。ということで、このメタトンのうちでね鍵を使って、よし開いたようだ、鍵は消滅した、これでよしですね。これでとりあえずイベントはこなせるというか、まあでもこれは変わんないかな、とりあえず変わってないかどうかだけチャチャチャっと見て、多分こんな感じだったと思うんで、そうですね、また編集時によく見てみましょう。こんなんだっけ、なんか違うような気もしないでもないけども、5冊目、ああなんかこんな感じでしたね。よし、というこのメタトンのお家でした。じゃあ戻りましょう。よーし帰ってきましたよ。でセーブして、ではちょっと探索しましょうか。ここね、これは変わらないか、やっぱりもう誰一人いない感じなのかな。あ、いませんね。あー、いないね。この辺は、あー、これは変わんないか。この貼り物は大して変わらないですね、メッセージね。レストランはもう人影なしと。そしたら今度、あ、この辺もいないわ。そのね、バーガーパンツはちょっと後回しにしてこっち行こう。トントンいるか、応答はない。うわー、内側から鍵、応答はない、応答はない、うわー怖っ。でここにいたはずの人も、あ、え、何これ、何これ、絵の描き方のお勉強、それならフロア2の美術教室にぜひお越しください、似たような場所にありますよ。どういうこと、何これ、あれこれって G ルート特有なのかな。いやそんなことないですよ、この辺にいましたもんね、あの掃除のあのドロドロスマイルさんってね、スライムさん。ってことは初めから行けたんか。でもうこれ何、フロア2の美術教室、似たような場所にありますよ、隠し的な感じであるのかな、フロア2か。まあでもこの G ルートはもうみんな殺してしまっているんで、次の4周目でちょっとこれ調べてみましょうか、またね、ちょっとこれ覚えといてね、そうしましょう。それにしても BGM がもうどこもかしこも暗いな。よし、じゃあ MTT 入ってこう。あ、いる。どうして俺って変態にばっかり遭遇するんだろう、もう私は変態ですよね本当。あ、でもこれはちゃんと買う必要があるんですね。なるほど、そういうことか。売る。はい、あなたの趣味悪い、汚ねえお品物を買いたいのは山々なんですが無理です。あ、話す。避難。避難だって、俺を引きずってこうっていうのか、ちびっこ。他の奴らが持ち場を離れたからってなんだ、客がいないからってなんだ、当たり前だろちびっこ、これが当たり前の過ごし方なんだ。あ、この人はずっと残って、メタトン。ああ、メタトンは非常事態でも働けとは言ってないと思う。けどそこが問題だ。あいつは俺がいないまま勤務時間が半分過ぎても電話してこないことがあるからな。念のため出勤しておかないとメタトンに怒鳴られるしと。違うな。むしろあいつは CD を再生する感じっていうか、フルコーラスで歌い続ける、とんでもない機会ですね。じゃあ次は一人。他のやつらみんな死んじゃったの。じゃあ今日はもう働かなくていいってこと。もしそうなら嬉しいねちびっこ、本当だったらの話だけどさ、まあ、避難っていう、こう声がかかってるってことはそうだってこう説明されなかったのか、それか信じていないのか。すまんなちびっこ、俺に脅しは聞かないぜ、俺は地獄に行けないんだよ、休暇使い切っちまったからな。相変わらずの性格ですな。
でね、ここが多分最後の補給ポイントなんですよ。で、ここはさすがに奪えないっていうのは、この回復量、のアイテムをここでやっぱり補充する必要があるからだと思うんですよね。だから1周目2周目ってなんでこんなの必要なんだろうと思ったんですけども、これ多分この G ルート用の回復アイテムってことですね。そうすると持ってるこのね、お金もここで使うっていう、こう使い道がありますからね。この回復量はそうだよね。よし、じゃあどうしようかな。一回ボックス整理して、また一人か。まずは、グローブ、この辺も捨てる。捨てるようにして、もうとりあえずですね、少ない回復量のは捨ててきましょう。この辺ね、魔物の飴とかバイシックルとか、この辺り、色あせたリボンもいらないね。丈夫なグローブもいらないので、これをちょっとうまく、防気で捨てて、ボックスの中をアイテムで埋めるような、そんなことしていきたいと思います。ということで、ガシガシ捨てるぞ。投げ捨てる。防気でも捨てる。あと色あせたリボンも捨てる。魔物の飴も捨てる。で、持ってアイテムをちょっと補充したいんだけども、どこ行こっかな。テミーの村のテミーさんってどれぐらいアイテム量あったっけ。あー、こんな感じか。あ、回復量多いアイテムあるかなと思ったんですけども、ちょっとそうでもないか。ただ高いだけって感じか。そうでしたか。じゃあとりあえずどうしようかな。またスノーディン行ってくるか。そうしましょう。よし、来ました。ではシナモンバニーをマックスまで、であとはあのバーガーパンツのところのアイテムと調整して、まあちょっとお金と相談しつつね、まあいい具合に、そうですね、回復アイテムを持ちたいと思います。あ、そうか、しまったの。今更ですけど、アイテム、武器とか防具、あの捨てるんじゃなくてテミーさんのとこで売ればよかったな。まあいっか、まあいいでしょう。ですね、これ2個とこれ2個なんで、メタトン、あ、1個しか買えないのこれ。あ、そうなんだ。あ、じゃあこれも、あ、これはいくつか買えるんだ。あー、そういうことか。じゃあこれ3つ買いましょう。こんな感じにします。そうですね、今のところこの伝説のヒーローっていうアンダインのことかな。この食べ物、回復アイテムが一番回復量がありますね。あの複数回買えるその食べ物の中でね、 40HP 回復し、さらに攻撃力も上がるんですよね。よし、じゃあこれメインでいこうか。じゃあ、まあ、お金700ゴールドになっちゃいましたけども、まあ、こんな感じでちょっと揃えました。なのでちょっと一回見ましょう。持ち物こんな感じね。シナモンバニーを4つ、顔型ステーキ1つ、伝説のヒーロー3つ。あ、これちなみにどんな感じのメッセージ、メタトンの顔をかたどった巨大なステーキ、本当のお肉でできているようには見えない大丈夫か食べてもって思っちゃうけど。伝説のヒーローは40、剣の形をしたサンドイッチ、食べると攻撃力が上がる。お、いいね。あ、以上か。で、まあアイテム、持ち物はこんな感じですね。で、ボックスの中は、こうなってます。こんな感じね。ということで、かなり回復アイテム潤ってますから、これでこの先をね、進めていきたいと思います。あとはメタトンと、あとアズゴアかな、あとフラウィー戦があるかないかってところだと思うんで、まあ、足らなくなったらまたね、お金貯めるって言っても、敵が出るのにも限界ありますから、このシナモンバニーで乗り切っていきたいかなと思ってます。よし、という感じですね。でね、ちょっとね、気持ち的にはメタトン戦までいけるかなと思っていたし、入れちゃいたいなとも思うんですけども、多分動画時間的にまあ、ちょっと短くなるかもしれませんけども、一旦ここで区切りたいと思います。次回はメタトン戦、まあコアの中の探索プラスメタトン戦、あとまあ早く進めて、また時間がね余ったらアズゴアの手前、まあ、新研究所はないかな、アルフィスがどう絡んでくるかにもよりますけども、まあ、その辺りまでちょっと区切りが良さそうだなと思うところまで進めていきたいと思います。ということで、あ、そっか、まず3地4回戦わなきゃいけないしね。今回はここで終了したいと思います。ですね。はい。
では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。